ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2021年10月20日水曜日、妖怪津のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。今日のお相手も私、えっちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵、吉田秀蔵でお送りします。すっかりちょっと寒くなったじゃないですか、秀蔵さん。そうですね。ねえ、いつの間に、ね、暑かったのにもう衣替え済みました？私まだしてなくって、夏物しか出てないから着るもんもなくてもう、ま、参るわ。早くしないと風邪いきますね。そうですね、うん、でもこんなに急に寒くなるんでしたっけ、10月の終わりって。 ね、突然で、突然来ましたね。暑かったのにね、うん、だからちょっと体がねついていかないの、しんどいですよね。あ、寒くなる方が急になんかこう体がちょっとびっくりしてはるような感じですね、うんうんうん、確かに暑いのも寒いのも嫌いもんね。そうですね、うん、どっちも嫌い、ね、ぬるいのがいいんで。ちょうどぬるい時期全然なかったよな秋っていう。そうです ね、 ね、こんな寒かったらもうなんかコスモス見てても寒いしね。うん、なんかまあ寒いのは暑いより私はいいかな、うん、みたいな感じですけど、はい、ということで、はい、大好きな秋ですけども、はい、うん、この間もね秀蔵さんのストレスの話、はい、だいぶ私帰ってもう一回見たら、あの録画したやつをもう一回見せていただきましたら、めちゃめちゃ面白かったですもんもうなんか笑いましたね、うん打ち明けするしてたらあかんのですけど、私もなんか笑いって笑いをどなげたかったです、うん、皆さんに笑ってもらわなあかんですよ ね、 そ, うですね、うん、でまあ、その続きの話もね今日ぜひしたいと思います、はいはい、秋やからって言って何かしましたか、あれから1ヶ月の間。秋特別に何かちょっと変わったことしたとかないですか。そうですね、あのやっぱり空の色というか、うん、がそれらしくなってるので、確かにね、やはりちょっと立ち止まって、うん、ね、見上げてしまうと、はい、素敵やん、また印象用しようとするやろかなんなもん。確かにね、ちょっとこう空見上げて、ね、雲も綺麗やしね、うんうん、そう空をって言ったら今日お月さんすごいんですね、うんうん、ちょっと今日聞いてらっしゃるラジオ聞いてらっしゃる方もきっとぐらいになったと思うんですけど、はい、今日月がこう出てきた時の大きさがもう異常に、ね、出る時がやっぱ近いから大きく見えますよね、うん、超大きくって、うわ何じゃこれっていうぐらい大きかったです、はい、ただねさっき調べてみましたら今日あの月齢というか月のね、あの何日目かというやつ十五夜ではないみたいですね、 13.9 ってなってますから、どっちかというと1日前ですね、うん、ということはまだ明日めっちゃでかく、うん、そういうことですね、明日満月ってことやん、はいはい、ありゃりゃりゃ楽しみですね。お天気悪いらしいですけど、うん、ぜひ見たいもんですね。で10月の月はね、なんかハンタームーンっていう名前をつってるんですって、うん、あの狩りするハンターさん、あー、はい、うん、らしいです。意味はちょっとそこまで調べきれておりません、はい、ちょっと最初に思い出話をしとこうかなと思うんですけど、はい、この間私ちょっと言ってたと思うんですけどね、はい、山に行ってまいりました、はい、じゃ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 ーん。まあね、なめてました谷川岳様、申し訳ございません。谷川岳登っときたいんです、動ける間に、みたいなことをね本当にね言ってました。簡単に登れるみたいな、でロープウェイで登るなんて私ちょっと嫌なので、日本で三大キュートと言われている西黒尾根っていう尾根で登りますみたいな、ね、
ちゃらけておりまして申し訳ないです。めっちゃきつかったですもうね死ぬかと思いました。本当にあれ私それ登るのにあの現地に5日いたんですね、うん、あの同じ宿に5日泊まってふもとのねで天気を見計らってこの日やっていう日に登ろうと思って5日間準備していったんですけど、うん、着いた日雨次の日も雨もう一つ次の日も雨だったんです、うん、残り2日しかないじゃんってなってもう天気予報とにらめっこでなんかライブカメラとにらめっこで、うんうん、最後の日が、うんうん、なんか金曜日ですね、うんうん最後の日が朝から快晴やっていうことになったので最終日金曜日に登ったんですよ。でまあ木曜日も雨は止んだので、そんなにきつくはないけど相当奥地までずっと歩きました。歩いて歩いて歩いても相当歩いて往復6時間くらいまあまあ結構きついですよ。それを歩いて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 で帰ってきたらもう夕方みたいにね。で足慣らしをしてで次の日トライしたんですけどねもう歩き出して10分ぐらいもう無理って思ってどうしようこんなん始めてしもたみたいな行くか行かざるべきか思い切って事故したら迷惑やしでも今帰るのは惜しいし5日間も待ってたのにと思ってもうちょっと頑張ろうと、うん、もうちょっと頑張ろうもうちょっと頑張ろうって言ってるうちになんとか登頂いたしました。イエイ1900なんやちょっと覚えてるんですけどそれがねめちゃめちゃ快晴やったのにねあとそこが頂上やったついに来たと思って一気に雲がブワーッてもうほんまに消えました。変わります変わります。あっという間もうね滝のように雲がブワーってきて、うん、一瞬変わりますね。でも真っ白なとこを5分ほどで登頂ですからね。まあ上行ったら真っ白。じゃあ頂上からは何も見えず。あんなに憧れた景色は何も見えず。これやっぱあれですね。なおかつ一人なので、はい、その登頂した標識ありますよね。はいはい、谷川だけって書いてあるよね、うん。それは写真撮りましたけど自分は写ってないという。で気が弱いのですいませんちょっと撮ってもらえませんかも言えへんそうでしょ私だから何の記録写真もないと、ね、はい。ちょっと今調べたら新潟の山ですか。いや群馬なんですよ。群馬新潟って書いてますね、はい、群馬新潟の境にあるんですね。1977って書いてます。あじゃあそれでございます。どこから何メートルぐらいから登らはったんですか。800メーターとか700メーターとかそれぐらいかなと思いますね。ということは1000メートル以上登ってあるんですね。1000メーターぐらい登るという感じなんですよ。うんなるほどね。伊吹さんは下から登るぐらいの感じですね。そんな感じですかね。それの角度がもう半端ないんですよ。角度はねもうねまっすぐ歩いてるのが全然なくて、うん、もうこれ以上足上がりませんぐらいな角度をずっといくというかもうこう 手でこう岩を持ちながらみたいな。うんでこれでついに YouTuber デビューしようとね、はい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 、一発目の撮影というあれ持ってったんですか。もちろん持ってきました。今日持ってきました。で持っては登れへんので岩触らなかった、はいはい、ここ置いても分かりませんねすみませんね。リュックにYouTuber さんがつけてらっしゃるみたいな金具もちゃんと作って、はいはいはい、バッチリ留めてでそれをつけて撮影しながら登りました、はいはい、ただですねバッテリーが持たなくて途中で切れちゃったんですね。充電もちろん予備のやつ持って行ってたんですよ、はいはいはい、持って行ってたんですけどそれを付け替えるとかそんなことがしてられる相場じゃないわけですよ、うん、そうですね。立ち止まったかってまっすぐの場所もないちょっとフラッと倒れたらもう落ちて死ぬもうこのテーブルの上もないわけですよ立てる、うん、もう一つこう段ボール1個ぐらいしか足場がないので、うんそこもちょっと斜めやしそこでそんなね下ろしてねもうそんなんしてる場合もないんですよ。なんかとりあえず登るしかなかったのでもうあと半分は携帯スマホでちょっとずつ撮りながらみたいなんでとりあえず上まで行ったんですけどもう真っ白やしなかなか YouTuber の人すごいなってだから思いました。いっぱい持って行ってはるんですね、うん、きっとね、うん、
でなおかつずっと喋ってはるじゃないですか、 YouTuber さんってあんな登りながら喋ってはるんやなと思って、でも山登ってる間に2人ぐらい YouTuber さん出会いました。あの他は知らない、有名じゃないと思いますけど、 2つ持ってね、こっちはこうなんか、あのこうキュッキュッと動くやつ持って、こっちはこう長い棒でスマホつけてみたいな、でブツ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 喋りながらやっぱ歩いてはりますあやっとどったら来ました、あとなんたらでとか言って、すごいなと思いました、だからまあ一発目の映像としてはもう一つかなと思いますけど、まあ1回目なので編集してアップしたいと思います。でその前の日とかに普通に撮ってたので、手に持って、はい、でちょっとカーブ曲がるとこはカメラはセットして自分がカメラの上を歩いていくとかセットしておいてカメラに向かって歩いていくとか小細工も一応しました、はい、でまあ、そういうのも撮れましたし、楽しみにしておいてください、 YouTube デビューしますはい、ということで、ほんで山に登ったら5日間で2キロ痩せました、はい、だから山行くと痩せるってことですよ。山行けばいいですね、痩せるしストレス発散するし爽やかやし、うん、僕富士山登った時は痩せなかったです、ね、っていうのはね、あの下富士山の5合目行く前にコンビニ寄っておにぎりを10個ぐらい買っていくんですよまあね、おにぎりが一番パワー出るって言いますからね、うん、私はねお腹が痛くなっちゃうので山では物を食べないんですよ、で朝ごはんも食べないんですよ、あの本当にチョコレートとかをところどころだけなので、ほぼ朝昼何も食べずその激しい運動してるってことですよ、で降りてきて宿に戻ったらもちろん食べて飲んでしますけど、じゃあ使うばっかりですよねエネルギー、それ痩せるわな、でもあのちゃんと考えてね、水気とかあのエネルギーの飲み物とか、あそれはちょびちょびちゃんと取ってるんですよ、うん、2キロ痩せたんです、はい、この年になって痩せるとやつれますのでね、あんまり嬉しくないです、私は早くまた飲んで食べて元に戻りたいと思います。ということで谷川岳クリアいたしました、はい、次は槍ヶ岳に、おー急に行きたいと、3000円、はい、あの行きたいなと。槍結構きついんじゃだっけ。でもね、上高地からですか。今まで2700と2900年も登ってるんですよ、いくつも、うん、上高地の方から。上高地からですか、はい、行って2泊3日ぐらいで行きたいかなと、はい、僕は富士山とね乗鞍ぐらいしか登ったことないですからね、駒が。あ、両方ともきついとこ行ってはるじゃないですか。いや乗鞍はさ、あの2700まで車で行けるじゃないですか。車で行かはったんですか。ほんで駒ヶ岳もロープウェイで、あ、はいはいはい、ロープウェイで行ってもロープウェイから千畳敷カールなんで、はいはい、あ結構ありますもんね、うん、結構ありましたね。千畳敷まで行かはったんですね、うん、あの駒ヶ岳のこの時のエピソードを聞いてください。あ、駒結構きついですよ。結構ね、雲が多かったんですよ、はい、でね、最初駒ヶ岳の手前に宝剣岳だったかな、宝剣岳なんかあるんですよね、うん、そこを登った時はね、うん、もうガスで雲で何も見えなかったんですよ、うん、でもやっぱりここまで来たんや駒ヶ岳に行こうと、お偉い、そこからずーっと行って駒ヶ岳まで行ったらね、はい、やっぱりこうガス雲なんですね。ちょっと待ってたら晴れるかもしれん、うん、と思ってしばらく待ってたら、うん、一気にスバー、偉い、待ってはったんですね。これ普段の行いですね。で私もね、谷川岳のそこもね、あのもうバリバリの登山の人みたいな人がね、あのいやちょっと待ってたら晴れるからっておっしゃってたの。そうそう、結構急激に本当にかかります。聞こえてたんですよ。ただもう寒くってもうちょっと汗びえしそうだったんですよ。ここにいたらちょっとこれやばいわと思って、また晴れてきたら戻ろうってその時は思ってたんですよ。でももう登る元気なかった。一気に晴れましたうわー晴れてるやんって私もやっぱり普段の行いがあかんねんねって思いましたね。ごめんなさいです、本当に。まあだからもう一回行きたいとやっぱり思います。あ、なるほど、はい、晴れてる時をもう一回見たいなと、うんうん、なんかもうやめようかなって思いながら登ってましたけど、あの降りてしまうといつもそうなんやけど、また行きたくなる、うんうん、ただ富士山だけはね登る勇気がないです。いや5合目からやから。いやなんかね、だからなんで2400ぐらいから登るんやから2300やったかな、うん、から3000
700でしたっけ。だからただ人もいっぱいいるし、でもね、今年だから今年来年あたりまだ外国の人来ないんで、あ、そっかそっか、ちょっと少なめですかね。来年あたり狙い目かもしれませんよ。あ、で人がね多いのがダメで、うん、確かにあの外国、僕が行ってた20年頃前でも人多かったんですけど、はい、外人はやっぱり日本人の方が多かったです。あ、そうですか。今も外人さんの方が多いですから、うん、すごい人なんでしょうね。渋滞するとね、もう気使うし自分のペース崩れるから、絶対来年はまだ海外の方はまだ来れないと思いますわ。じゃあ今のうちの平日のちょっとこう寒い頃とかね、あんまり人が行かない時期に、あのねもしね、あのあれなんですよ、メインのコースで行くから人いっぱいなんですよ。まあ頂上はいっぱいですけどね。はいはい。まあでも8合目で混ざっちゃいますけどね。8合目で合流して8合目から9合目はもうぎゅうぎゅうです。ぎゅうですよね、うん、それが嫌なんですよね。でもね、須走り口とか、うん、ちょっとコースを変えたら人いないです。僕一遍須走り口でね登ったんですけどね、はい、夜登って人いないんで道間違えまして、あ、怖いなでも登るのは大丈夫なんですよ。結構登ってはるじゃないですか。10回すごい、はい、富士山に10回も登ってんの。10回登りました。恐れ入りました、すみません、偉そうに山の話をして。いやいや、全部5合目です。すごい。下から登ってないです。下から帰ると1泊2日で帰れない。もう1泊2日ですからね。さすがにね、オフィスさんはね標高高いから、うん、薄いし空気も薄いし、うん、そうなんですよ。高山病になる人もいるしね。もうならんようにもう一気にゆっくり行ってました。うん、6時間かけて登ります。あ、もうそんでいいと思います。そっか、でそれで痩せない、おかしい。だから上おにぎり下で10個、でお茶2リットルぐらい買って、上で金使わんようにね。なるほど。だってカレー800円とかするから。あ、確かにね、うん、トイレもお金いりますからね、うんうん、ということですいません、私思い出話をさせていただきました。また頑張って登りたいと思います、はい、次は一回ひだぞうくんと。そうですね、登りましょうよね、ほんまに登りましょうよ。はい、はい、ということで、じゃあ今日の1曲目をご紹介したいと思います、はい、今日はね秋っぽい曲をね、はい、それも晩秋な感じの曲をね選んできてみました、はい、1曲目はあの茜の歌です。新太くんが作ってくれた曲を宮原さんが歌っているバージョンです。もう完璧、今の季節にバッチリです。伊吹さんも出てきますので聞いてみてください。宮原春彦で茜の歌。染まる心は幼い頃のまま、赤く羊雲に笑顔こぼれて揺れる空にただ涙、せみしぐれ落ち葉滝、冬木立ち雪解けを待つ息吹、夕日浴びて染まる心は幼い頃のまま、赤くきっとずっと変わらないだろう、暮れる空にただ涙、
海風が吹き寄せる思い出を姉川のせせらぎに流されて。夕凪せつな対岸の日が一つまた一つ灯る頃、やがて風は沖へと音も色も遠ざかる。ヒデソンのコーナー、はい、ありがとうございます。今年あと2回ですよ、ヒデソンのコーナーもね、残り2回になりました。早い ね、 早いね。そう考えたら11月のヒデソンのコーナーというより今年残り2回のヒデソンのコーナーという方がなんかちょっとこう値打ちあってよくない、うん、じゃあ私本当心配してるんですよね、ストレス。ヒデゾウ君のストレスっていう言葉なんかもうキュンってくる。もうどうにもしてあげられへんもん。もう失恋したとかやったらまだね、慰めようがあるやん。じゃあめちゃめちゃ飲もうとかさ、もうストレスやねんって言われたらもう何にも手伝ってあげられへんから、もう胸痛いですわ。もうめっちゃ気にしてるんですよ、ストレスって。また語呂がさ、ストレスってものすごく心に突き刺さるね、語呂が、うん、ね、語呂がね、ね、はいはい、爽やかとかって突き刺さらんや、うん、ストレスって嫌やわ、うん、ということで、どうなの、あれから1ヶ月ちょっとは解放に向かってるんですか。そうですね、バランスが崩れてるんですけども、うん、ただね、全身しかないっていうのはすっごくあるんですよね。どういうこと、全身しかないってどういうことですか。前進、前進、前に進むっていうところはもう異常にパワフルであるんですよ、うん、あ、前向きではあるってことね。前向きな、そう、前向きは最強調にあります、うん、あ、それは良かったです。なんかね、気持ちが大事やから、気持ちが後ろ向いてると ね絶対良くならへんので、まあ、じゃあいいことですね、うん、よかったよかった。だからね、この間もハイボールをね、うん、大人ハイボールをまあ自分でやるのが、まあ一日のこの、楽しみなんですね、になってるの、はい、自分でね。ちなみにおつまみは何をハイボールのつまみは何。まあね、かけピーですか。何でもいいんですけど、僕の場合は今何をお食べになっていらっしゃる。今はまあかけピーと食べてるんや。糖なんです。と増えたんですね、ちょっと。あかんや、増やしたんです、うん、カロリー太りにくいものを。あの多分大丈夫だ、ちょっとご存知かどうか分かんないですけど、うん、はい、キャベツ三太郎っていうお菓子があの人知ってる。
それ知ってます？キャベツ三太郎、うん、名前は知ってますよね、うん、でそれではないんですけど玉ねぎ三太郎っていうお菓子あの知ってます、うん、それはちょっと知らんキャベツ三太郎は緑なんです、うん、玉ねぎ三太郎いうのは園児なんですよね、うん、で玉ねぎくんが、うんいるんです。それは何種類で言ったら何なの？ポテチみたいなやつな？あ、同じキャベツ三太郎丸なんです。あ、はいはいはい、あれの玉ねぎ三太郎バージョンのがあるんですけど、あれがねもうあちょっと塩味だよね。玉ねぎの味がする。玉ねぎの味するんだ、はい。だから体にもいいし、なるほど。美味しいし、うんうんうん、ハイボールにも合うし、うんうん、いいかなと。あ、いいんじゃないですか。これコーンですね、原材料。おいわゆる普通の駄菓子みたいなもんです。油で揚がったるしね。そうあれもね、タキピーのが増しちゃうかな。なんか24円って書いてるよね。だそうです1つ、そう1つこんなやつがあるんです。要するに本当は駄菓子みたいな感じ、ね、あそうそうそう、子供が買うやつ。これはねコロコロとね転がりますからね、うん、これはなんか普通にカッパエビセン、カッパエビセン食ってんのと同じようなもんじゃないですか、ね、ちっちゃいからそんなに量食べないよな。それがね、うん、あれなんです、食べ方があるんです。大人買いしてんにちゃうやろね。そんなんね、こういう風に食べてられないです、美味しいからね。もうこうダメじゃん。だから一瞬ですよ。その気持ちは分からないことないです、うん、あの何でもスナック菓子って最後をガーってするのがね、粉粉のとこね、これが快感なんですよね。ではヒデとか毎回その喜びを感じているわけですよ。そうですね、なるほどな。それストレスの発散になるで。ほんまやだいぶなってるわ。違う、その話をしようと思います。ああ、ね、うんうん、やってる途中ですよ、ハイボールチビ、うん、美味しいね、いいじゃん、いいじゃん、ね、いいなぁ思ってたら、うんね、うん、この口からね、しびれ出したんですよ。こっち半分が順番に、で脳梗塞やんか、なんていうんですか、歯医者で麻酔をしますよね、うんうん、あれになったんですよ急に、うん、これはちょっとおかしいので、酔っ払ってきたんかなと思ったんですけど、うん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 、やっぱちょっとそういう感じじゃないなと思って、うん、これはまずいと。ストレスですね、それは。そうでしょう、多分そうやと思います。やっぱりまだあるんやストレスで。びっくりしたんですよ、そんなあれなかったんですけどね。うーん、せっかくその1日のね楽しみの時間の途中に、うん、ここからこういう風に。もう今大丈夫なんですか？今治ったんです。すぐに、ね、調べて電話で、うん、なら脳梗塞の、ね、可能性もあるから、うん、まあ、なんか脳神経外科みたいな、2日、ね、2日、うん、3日続くとあかんって書いてあったんで、うん、じゃあ結局行ってないのか。行ってないです。あ、うん、行った方がいいですよ。でも、まあ、治ってたらまあいいかな、うん、でももう一回出たりしたらね、で、うん、ストレスの項目もあったんでね、これはちょっとストレスかな。こうほんまに何も感じひんぐらい。いや、あの歯医者の麻酔って触ったらビリビリするじゃない、感覚がない、ああいう感じになったんですよね。うん、ここがそうなんや。やっぱりストレスどうしたら解消できるんやろう。そんなにキーを飲んでるのにやるっておかしいな。じゃあ自分の潜在意識のないと、ね、うん、深いところでストレス感じてるんやね。そうでしょうね、深いところで、ね、なんやろう、ここ来んの嫌なん。いや楽しみに、そろそろやめたいなとか思ってんの。いやいやいや、そんな、あのいつも俺のことをもうネタに使いやがってみたいな。いやいや、あの常にやっぱりね、ここで喋ってないですけど、おしゃべりを喋ってないですけどって、何か喋れるようなことを日々1ヶ月間の間ね、まあないかなと思って過ごしてるんで、ただね、最終的には今日何喋ったんやっていうになるとは思いますが、
ね、そういう私は楽しみになっているってことでよろしいでしょうか。そうですね、はい、ありがたいわ。じゃあストレスがなかった頃に歌った歌声で秀蔵さんの曲を聴いていただきましょう。はい、それでは聴いてください。秀蔵で無題。秀蔵と申します。ありがとうございます。からのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ
リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得。合わせてありがとうと散歩よし系を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した経営活動を展開。東近江を本社とし草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号妖怪地南高校前にあります。電話番号は0748-23-2233 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。スポンサーからのお知らせ聞いていただきました。いつもありがとうございます。はい、それでは続きいきましょう。はい、それではですね、ここでお待たせいたしました、はい、メールの時間といたしましょう。はい、今日メールくださいねっていうの忘れましたね、すいません頭の中が真っ白になってました、どうもすいません、はい、今日も来ていただいてますよ、ありがとうございます。ラジオネームライダーマンさんです、はい、来たライダーマン、ありがとうございます。この間怒ってもうくれやらへんかと思ってくださいました、ありがとうございます読ませていただきます、はい、いつも楽しく聞かさせていただいています。ところで北朝鮮が新型ミサイルなど発射していますが、昨今の状態を改善してくれそうな人物は次のうち誰でしょうか、お答えください。1人目、アレキサンダー大王。2人目、ニコちゃん大魔王。3人目花川大輔。4人目さすらいの日本酒野郎、いぶし銀杉江正直です、よろしくお願いします。なんか基本にも立ち返ったような、ね、うんうん、人選でした ね、うん、そうですね。今日これ選びやすいんじゃないですか、アレキサンダー大王、ニコちゃん大魔王、花川大輔、さすらいの日本酒野郎、いぶし銀杉江正直です。ストレスですか？ストレス、最後に回ってくるとストレスね、なるから、一番最初に出してあげます、はい。どうですか？その理由もおっしゃってください。大輔、花川大輔さん、どうしてですか、解決してくれそうですか、やっぱ大柄なんでそこ、うん、はい、くるんでくれそうな感じがしますね。なるほどね、うん、それでなんかあんなミサイルが来ようが、もうくるんでしまう、バーンと跳ね返してくれる感じ、くるんで、くるんで跳ね返してくれる感じやね、うん、一緒になって、なるほどなるほど、ボヨンボヨンボヨンって、どっかへ一緒に飛んでいってくれそうな感じがする、飛んでいくの別のとこへ、だからあ、ミサイルを抱きかかえてどっか行ってくれる、そう、ね、花川大輔さんかわいそうやん犠牲になってくれはること、そういうことです、うん、あ、みんなのために犠牲になってくれる、正義感いっぱいの人っていうことですね、うん、なるほど、そういう捉え方です ね、 ね、すごいですね。でここで私が先に言ったらね、天の声さんね申し訳ないので花を持たせて、あ、私ですか、そんだけね、富士山登ってらっしゃったら、もう私はもう尊敬して、今度から先輩と呼ばせていただきます、ありがとうございます、後ついていきます、いや、とんでもないです、もう今登れないですはい、では天の声さんお選びください。これはもう決まりですね。決まってる、はい、日本酒です。おー、来ました、日本酒で、日本酒やろうですね、世界は仲良くなります。いぶし銀杉江正直さん、もう日本酒です、
それだって天の声さん日本酒野郎ですからね。はい、いぶし銀じゃないですけどね。そこ一緒ですね、日本酒野郎なんですね。これを見た途端もうこれしかないですね。じゃあ兄弟みたいなもんですよ、日本酒野郎で。うん、天の声さんも兄弟、兄弟ですやん。すげえ増直さんと。あ、そうです、ね、僕も日本酒やろう、君も日本酒やろう、お、僕たちいい、ね、日本酒やろうだみたいな。そうやって、うん、みんな仲良くなって、ああそういうことがなくなっていくと。ミサイルが来てもいや来ないと。あ、来ないか、来なくしてしまうんですね、仲良く。日本酒やろう、みんなで日本酒やろうになったら。そうそういうことですね。なるほどね、日本酒野郎が平和を呼ぶんや。どういうことです。そういうことか、はい、平和を呼ぶのは日本酒なんやね。そっか、日本酒は平和の酒なのか。まあ私は勝手にそう思ってるだけですけども。気づきました。なるほど、じゃあ私これはちょっと難しいですけど、アレキサンダー大王もニコちゃん大魔王もどっちかというとミサイル打ちたがってる方やと思うんですよね。お、うん、あ、私も打たしてバーンみたいな、ほらやったみたいなんで喜びそうなので、この2人ちょっとダメかなと思うんですね。ほう、だからやっぱり私も花川大輔か日本酒やろうかなって、どっちかなと思うんですけど、花川大輔言いにくいので。なんかバーン来た時に切羽詰まってるのに花川大輔さんとか言いにくいから、もうそれなら日本酒やろうって言った方がね、うん、ああなるほど、日本酒やろう、はい、言いやすいから。なるほどね、今回なんか杉江正野さん影薄いですね。そうですね、ちょっと名前が出てきないです。だからまあ私も、はい、じゃあ日本酒やろう、いぶし銀、杉江正野さんに1票入りました、イエイ、はい、ということで今週はちょっと名前長いですが、天の声さんの兄弟分、さすらいの日本酒野郎、いぶし銀、杉江正直さん優勝です。また来月も面白いお話よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆さんお願いし、メール送ってね、ということで、じゃあここでちょっと1曲入れたいと思います。はい、はい、次ね、懐かしいガムさんでございます。はい、キュンとする歌を聴いていただきたいと思います。ガムさんで愛の歌。日は進んでゆく、同時進行で気持ちもこらえようのない不安が薄っぺらな意地を染めてく、あどけなさの中で君の顔を見るだけで僕の心がこの空にやってくるというのに、君なしじゃ僕の自由格は形成されずにいる。
に君の名を載せてはみるけど、僕のそばに君はいない、大人でいられる自分が悲しくて、愛の歌聞かせて、今はもう響かない、ヤムさん聞いていただきました。まったりしてますね、はいはい、愛の歌って感じ、ね、いい声してはんねんけどなっていう、はい、じゃあそろそろね、コロナさんも落ち着いてきたみたいで、はい、ライブとかもね再開できそうな手応えがね、うん、見えてきましたね、うん、で時短営業も、まあ、市はもうね終わってますけど、京都とかもこの金曜日ぐらいから解除されるとか言ってますしね、平常な生活が戻るとは思いますけれども、まだまだ気をつけて、いいお正月を迎えたいと思いますよね、はい、うん、でライブ始まる人多いと思うんですよ、うん、でどうですか、そろそろライブあったら出ようかなみたいなイメージにはなってるんですか。そうですね、やっぱ、うん、ね、ストレスのこともあるんで、うん、やっぱやらんとあかんのかなっていう、うん、そうかもしれないね、音楽やってないのがもしかしたら不便なのかもしれないね。もうでも休みすぎてどうしていいかわからないですよね。え、休んでんの最近？え、休んでます。あ、そうなんや。ライブをね。ライブも。あ、ライブ。ライブも、まあ、仕事は忙しいねんね。仕事はしてますけど、そのライブはもう休んでるんで、だからどうしていいか、ね。ライブは休んでるよね。ちょろちょろやったらいいのよ。だからその天の声さんとかやってらっしゃるやつに。ちょっとだけチロッと出させてもらって一曲歌うだけでもストレス発散になるかもよ、ね、もうね、うん、ああい う踊りたいですね、まあ、こうもうもう踊りたいですよね。一緒にネパール行こう、ヒマラヤ登ったらな。違う、間違えた。踊らはんでみんな踊ってるよ。いや、暴れたい。全然違うよ。踊りたいと暴れたい、ステージで暴れたい。ああ、なるほど、昔みたい、昔っていうか今最近でもそうか。で今月の末ハロウィンやから、どっかそこら辺の街に出かけたらみんな踊り狂ってるんじゃないの。なあ、渋谷とか行ってみたらどうですか。いいっすね、うん、行こうかな。いいんじゃないの、それありだと思いますよ。で、ライブ一つお知らせさせてください。はい、11月の13日、ね、この日はね、いつもずっとほらみんなライブをこうやめてたというかね、うん、ちょっと抑えてた時期も完全な対策を施してずっとちっちゃいながらもねコンサートを続けてこられた豊里の方への里さんです。今回ここでジェリービーンズのシローちゃんがソロで出演してくれます。珍しいでしょ、うん、まあ、ソロ弾き語りと、まあ、オケも使ってね、ガラオケも使って、うん、いろんな曲をやってくれるそうで、初めてです、豊里で歌ってくれるのは初めてです。楽しみです。天の声さんからもないですか。特にないです。いいですか、はいはい、じゃあ秀蔵くん、はい、原宿とかねあの辺に行って、そうですね、はい、暴れてきた話を来月は聞かせていただけたら嬉しいです。ぜひ写真も撮ってきてください。ますますです。はい、はい、本当に行きましょう山、うん、具体的に決めましょう、うん、いやそんなねしんどいとこじゃないとこで、綺麗で帰ってきたら温泉があって、うん、でゆっくりできて、うん、でもまあまあ距離もあるから体力使うよみたいなとこがいいんじゃないかな、うんうん、いいですね、いいとこありますよ。
あのね、山登りは、うんうん、得意です。いいと思うよ、喋らなくていいんやもん。だって登ってはったやん、うん、あのね、あ、そっかそっかそっか、お峰さん行ったよ。早いっすよ、うん、あの歩幅がこういう風にしてますからね、歩幅を大きい歩幅で歩くこういう風に歩きますから私もうびっくりしましょう、こう歩幅よう分からんけどダチョウみたいな走り方すんねんな。あ、走らないです、歩きですね。もうこれはもうね、うん、じゃあ一緒には行けないな、ペースが合わへんな。びっくりしますね、うん、待ちますけど。あ、もうだからまあどこどこで待ち合わせにしといたいわけよ。そうですね、あの、うん、とりあえず頂上でとこう何メーターか空いたら振り向いて待ってますからもうたんで待たんで重なったらまた幅を。なんか秀蔵君とかやったらいけそう。なんかね、ずっと喋りながら登るの絶対無理なので、何にも喋らんと黙っての人の方が素敵。私は山行くならもう喋る。いや喋れないですよ、ね、え、でももうずっと喋ったのそんなきつい谷川だけで私も息も絶え絶えやのに、もうキャーもうキャピ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 みたいな。すごいな。すごいわ、あの人らのパワー半端じゃない。一番すごかったのね、私と一緒ぐらいの年代の方も混ざっておられる女性ばっかりの20人ぐらいのグループいたんですよ。でそこの人がね、私に聞こえるように喋ってはるんやけど、なんとかさんを一番後ろに歩かしちゃダメよ、自分のペースで歩くんだからって言って自分のペースで歩かしてあげてよと思ってこのチームに明日入ってったら言われんや、松崎さん一番後ろ歩かしちゃダメよ、もうずっと自分のペースで歩くからって言われんやろなと思って、怖い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 と、あ、怖い怖い怖いの離れて歩こうまあ元気な皆さん素晴らしいです、いつも登ってはるんやろねと思いました。ということで今日はなんか山の話聞いていただいて嬉しかったです、はい、元気に戻ってきましたし、これぽっちも筋肉痛になりません、はい、どこも何とも痛くないという、まあ、筋肉ないからやね筋肉痛ないんですよいやいやいや、そうですか、どっこも痛ないんですよ。でそのモンベルの高い靴が一つ買えそうな中敷き作って持って行ったんですけど、その中敷きがダメだったんですよ、合わなくて。あら、1日目入ったら全然痛くって、でもともと入ってたやつに入れ替えたので山登れたんですけど、持って行ってなかったら登れなかったと思います。でもこれは別に速攻が悪いわけじゃなくて、測ってもらう時に私の足の置き方が悪かったのかもしれないので、まあ、もう一回作り直してくださると思いますので、ちょっとそれは残念でした、はい、ということで来月はいよいよ11月です、はい、残り2回、うん、楽しくいきましょう。そうですね、で次はもう秀蔵くんがストレス全然もなくってめっちゃすっきりしてますみたいな風にね、期待してます、はい、それともう一つ南草津の寿司屋へ、あ、行きたいですね、行きましょう行きましょう、はい、ジャムさん遠いからな、来てくださいよ南草津まで、はい、行きましょう、いい店があるので、はい、そうなんですか、はい、へー、ちょっと来ていただいてね、そうですね、うん、はい、わかりました。でも駅前のねビジネスホテル泊まって帰ってくださいも、いやいやいや、お酒飲んだら帰れないからですか。そうです、飲まない面白いないですね、日本酒美味しい日本酒があるのでガンガン飲んで泊まって帰りましょう、ね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ今日の最後の曲、ね、今井春夢さんっていう今もう東京の方に出てらっしゃる、ティナーサックス奏者、はい、もう流れてますね、まあ、今パワフルです、今入ってると思います。彼女が出したあの CD の中から彼女が作曲した曲を最後聴いて終わりたいと思います。今井春夢さんです、ぜひ応援してあげてください、きっとビッグになると思います。彼女はめっちゃかっこいいです、はい、彼女が作った、パラダイスっていう曲を聴いて今日はお別れしたいと思います。では来月もまた聴いてください、はい、テイゾ君頑張ってね、頑張ります、バイバーイ。